四足歩行ロボットを自分で組み立てよう。ラズベリーパイ ESP32S3 12個のサーボを積み込んだロボット、どんな風にカスタマイズしてみますか。小さなボディに大きな可能性を秘めたミニプタ2でロボットの世界を探検しよう。こんにちは、作り夢中いつみすずです。今回はミニプタ2という四足歩行の DIY ロボットを組み立てでいじってみたいと思います。ミニプッパー2、愛称ミニプッパー2はオープンソースロスター用のロボットです。初代のミニプッパーが2021年、2代目のミニプッパー2は2022年にキックスターターに登場しています。今回日本向けに幕開けを通じて販売するとのことで、組み立てキットを先行してご提供いただきました。幕開けでの販売の予約など詳しくは概要欄からウェブページを参照してくださいね。今回ご提供いただいたものは足の部分が組み立て済みの DIY キットです。全体のパーツはこんな感じ。メインフレームと基板、ネジ、バッテリー、ディスプレイ、カメラ、外装カバー、組み立て済みの足のユニットです。基板はこちら、ラズベリーパイ4コンピュートモジュールと ESP32S3 が搭載されています。初代ミニプパではラズベリーパイのみだったところ、ミニプパ2では ESP32S3 が追加されました。ラズベリーパイの OS イメージは SD カードに書き込まれています。 USB や HDMI などの端子もしっかり引き出されています。バッテリーは 7.2V の 1000mAh、 ガイドによると30分程度の駆動が可能とのこと。バッテリーの充電はマイクロ USB です。一つの足は3つのサーボモーターで駆動されて、4本足で合計12個です。すでに足ごとにケーブルも束ねられていて、基板に差し込めば OK の状態。それでは組み立てていきましょう。全体の構造としては足のユニットをフレームと基板で挟み込むという形です。ネジはたくさん入っていましたが、足から組み立てる完全組み立て版のネジも入っていたようで、今回必要なのは4種類。 M2 の 5mm、 M2 の 4mm、 M2 の 10mm、 M1.4 の 3mm だけです。六角形状のドライバーが1本同梱されていましたが、これとは別にプラスドライバーが必要です。最初にカーボンファイバーのフレームに足のユニットをネジ止めします。足のユニットには前と後ろの区別があります。内側でサーボモーター同士が背中合わせになるように配置します。サーボには ID の書かれたシールが貼ってあります。1番4番が前、7番10番が後ろになるように取り付けます。まずこの2箇所をネジ止めしました。フレームに足のユニットを組み付けました。次に基板を上から伏せて取り付けます。この時同時にサーブモーターのケーブルを基板に接続します。またバッテリーをつなぐケーブルをフレームの下に伸ばすので、
そこも注意しながら組み付けます。基板にスピーカーが接続されていた場合、ここで一旦取り外しておきましょう。基板の白く塗られている方が前に来ます。先にサーボモーターのケーブルを基板に接続します。差し込む向きがあるので注意です。ガイドや組み立て動画では白と黒のケーブルでしたが、私の手元のキットでは色が違いました。この場合、コネクターの金属部分の向きを見ながらケーブルを差し込みましょう。今、画面右側がロボットの前進方向ですが、この時、コネクターの金属部分が手前に来るように差し込みます。サーブのケーブルを差し込んだら、基板を足のユニットとネジ止めします。ケーブルを優しく押し込みながら基板をかぶせていきます。今4箇所のネジを取り付けました。後ろのカバーと前面のディスプレイを取り付けます。足は左右に触れるようになっているんですが、このベアリングが足を支えるようになっているので、そこを組み合わせながら組み付けます。後ろのカバーが取り付けられました。下の2箇所と上の2箇所のネジで固定されています。前面はディスプレイのネジ止めの前にケーブルを接続します。スピーカーを取り付けます。ここからは外装のカバーです。パネル1枚あたり4箇所、足のユニットとネジ止めします。ここで使うのは M1.4×3mm のネジです。プラスドライバーが必要になります。反対側も同じようにやっていきます。足のももの部分のカバーを取り付けます。
バのカバーの取り付けをします。軽く固定したネジにカバーパーツをスライドして穴にドライバーを通してネジ止めします。これでカバーもすべて取り付け完了です。提供いただいたキットにはカメラモジュールが同梱されていました。固定方法についてガイドには詳しい指示はありませんでしたが、全面ディスプレイのネジを利用するのが良さそうです。ちょうど M2×10mm のネジが余っているので、それを利用してネジ止めしましょう。カメラから伸びるフレキケーブルはここのコネクタに接続します。最後にバッテリーです。バッテリーは底面のフレームの溝にスライドして固定します。バッテリーを後ろにスライドするとうまく収まるはずです。バッテリーから伸びる2ピンコネクタを基板から伸びるケーブルと接続します。これで完成です。足は組み立て済みとはいえ、結構充実した組み立て工程でしたね。私のレベル感ではこの DIY 組み立てキットがちょうど良かったような気がします。これに足の調整も加わるとなかなかの難易度になりそうです。組み上がったところでロボットを操作してみましょう。電源を入れる前に Wi-Fi の準備を。スマホのテザリング機能などを利用して SSID、漫談、パスワード、漫談のアクセスポイントを用意します。デフォルトでこの Wi-Fi ネットワークに接続しに行くようになっています。バッテリーの小さなボタンを1回押して、その後3秒長押しすると電源が供給されます。30秒から1分ほどで本体のディスプレイに IP アドレスが表示されると思います。例えば IP アドレスが 192.168.1.2 だった場合、 http://192.168.1.2:8080/ をブラウザで開きます。日本語でお願いします。了解しました。日本語でご対応いたします。こんにちは、あなたの名前は？こんにちは、私の名前はパピーです。あなたのお役に立てることを嬉しく思います。じゃんけんしよう。じゃんけんしよう。レッツプレイロックペーパーシザーシュート。ユーミン。今回はミニプッパー2というロボットを組み立てていじってみました。この動画では付属のソフトウェアで操作するにとどまりましたが、自分でコードを書いたり、センサーとの接続、ロスでの制御などができるとさらに楽しくなりそうです。ラズベリーパイだけでなく ESP32S3 をどううまく使うかもポイントになりそうですね。ロボットの開発プラットフォームとして長く楽しめるミニプッパー2、ぜひ概要欄から
ウェブページをチェックしてみてくださいね。このチャンネルでは動くもののワクワクをこれからも発信していきます。ぜひ高評価、チャンネル登録、ツイッターのフォローをお願いします。では次の動画でお会いしましょう。またねー。